さあやりましょうか。ドラフト中国地方縛りということで、先発が3人抜けたところはまあなんとかなるのかなというふうには思ってます。言っても4点台の5点台のピッチャーだったんで、去年は今まではまあエースとしてエースクラスとして頑張ってくれましたが、ここ最近先発の台頭がちょっと大きく出てるんでね。留学生も今留学中ですが、ちょっと結構良くない？合ってる。あ、いつも序盤はいいんよな。毎度毎度序盤はいいんですが、選手層の厚さなのか後半が良くない。中継ぎは結構シーズン序盤で決まるんでね、シーズン序盤を抑えたらなんとかできるんだけど、シーズン序盤に打たれると打たれていくと。打者は盛り返してくる可能性があるんで、まだちょっと様子見よう。結構実績のある選手が多いんで、まだ様子見ても大丈夫なのかなと。実績というか、まあそんなに大きな実績ではないんですが、池本くんがノリノリ。ちょうど残り1日。土橋が調子、土橋去年良かったけど、どう？ 2 割6分か。下地も2割8分。すごい4割ぐらい打ってる、こいつら。田畑の調子が良くないのか。岸田土橋。敗北。5対3。さあ留学生、山中いいね。古山もセカンド守れるから、まあセカンドのレギュラー奪ってもらってもいいよ。終了まで行きました。今年も4位で 19.5 ゲーム差。どうですか？なんかあんま勝ってる感じはしなかったんですが、どんな感じですか？順位の方は、あ、ちょうど70勝70敗。順位は4位ですが、まあ、勝率は5割ということなので、いいでしょう。今年の一応目標は達成。先発投手3人抜けて、ローテ投手3人抜けて5位は十分じゃない？ 5 位というか、5割は十分じゃない？そして防御率はなんと1位と。打撃が良くなかったのか。1位、打撃が下から3番、あ、でも4位か。その割にはじゃあちょっと伸びなかったね。もうちょっと10位伸びてもよかったのかな。投手力1位だったら。でもあんま変わんないもんな、中日と。巨人は先発がすごくいいけど、中継ぎがすごく悪い。完全に蛇行だな。ヤクルトえぐいな、4.47。もうちょっと投手が頑張ってくれればいいんですが、その中で荒牧が 2.29。これはいいんじゃない？しかも守備もうまいと。最優秀防御率もあるんじゃないか、荒牧と。山中も留学から帰ってきて頑張ってます。投げては力石 2.05、 海藤 1.95、 高城 1.3。 この辺は毎度毎度のことですが頑張ってくれてますね。広橋が、2割9分13本あと1年で FA と。サブローもあと1年、戸張はあと4年。戸張すごい若いのに活躍してるよ、23歳。もともとこれなんだけどね、能力覚醒して ACB になったと。田畑が今年あんまり良くなかったです。7割720。いいね。基本対左出てるキャッチャーなのかな。対左で3割1分3人打ってる。右でも2割7分5人打ってるからね。まあ、津田も、ああ、でも津田より打ってんな。しかもまだ全盛期32歳。32歳、同い年のキャッチャー。まあ、併用しながらでやってますね。基本的に対右が津田で対左がイクラみたいな感じかな。ズバ抜けた選手はいなかったもんね。秋山三冠王で、菅井がすごくいい。で、海藤が最初の勝つ。阪神すごいね。盗塁王しかないのに、全体的に強いんだろうね。巨人はズバ抜けた選手はいるけども、全体的な選手がいないんで優勝できないと。全体的には弱いのかもしれない。最優秀中継ぎとゴールデングラブ取りました。さあ、どうですか？塚越 FA、また先発がいなくなると。先発投手が2年で4人いなくなりました。でも1人だけだったらありがたいね。
スカウト変えるべきか。このスカウトがあまりいいのを拾ってこない可能性もあるから、ちょっとスカウト変えてみるわ。打撃コーチも変えたいんよな。アベレージヒッター、パワーヒッター系がね欲しいんよ。そして育成力もある。松井とかもっとなんかね A とかにしてほしいよな。育成力、田畑が下がる。これ田畑来年 FA するよな。田畑にちゃんと払っておく。サブローも FA なよな来年。ちょっと微増で払っておかないと出ていく可能性がある。勝手に下げるからね。こっちが下げてるわけじゃないんだけどね。それで出ていくって意味わからんよな。年俸下げられたんで出ていきますみたいな。勝手に年俸下げて勝手に出ていくのやめてください。ヒビ。言うてピッチャー結構今少ないよな。あんまりクビにできないという現状もあります。全体的にまあ50数人しかいないんで、パワーヒッター行くか、威圧感行くか、パワーヒッター行くか。パワーヒッター行こう。ちょっとパワー系のアベレージヒッター、パワーヒッター両方教えれるコーチは強いでしょ。アベヒパワーヒ高角と、いろんな選手にパワーヒッターつけるともっと強くなる可能性が高くなると。北別府、鹿児島、岡山の曽我部、岡山の滝、そんなにいい選手いないね。ああ伸び A、 悪くはない、良くはないが。さあ野手で、村田、小笠原、転生がね、まあ、サブローがいるけども転生も欲しいところですね。まあ、今年はまだぼちぼちか。投手があんまりいなくて野手が多いよな。だからあれだな、打工になるんだろうね。投手にねいい選手をくればいいんですが、結構打者にいい選手が多いんで打工になりがちってなると、投手でいい選手は今貴重なんで投手取っていきますか。曽我部、で、シクラ、曽我部、シクラ、もう一人いいピッチャーいなかったっけ。気のせいか。誰いきますか。中鉢かよりだ。特能でいくと奥飛だ。奥平行くか。特能がいい。さあドラヨン、投手取ってもいいし野手取ってもいい。でも中継ぎ取るんだったら先発取った方がいいよな、覚醒することを考えれば。あー三球種いた、こんなとこに。倉又、あの WA の鎌田行くか。でもこれドラゴで鎌田行こう。ドラヨンはさっきの中鉢で、ドラゴで鎌田で、これで終わりましょうか。57人、 FA で流出するからな、ある程度人取っとかないと。投げれる選手がだんだんいなくなってくるからね。で衰えてる選手もいるし、サトテルがメジャーから帰ってきました。まだパワー S あるんだ、38歳で。
ソガベ、ランチョウ持ちか、先発なんだけどね、岡山、シシクラ、広島、中平、岡山、中鉢、中鉢、島根、蒲田、山口と。今年ポスティングする選手はいませんでした。 FA 選手はうちの塚越が C ランク 5.13。 これでよく FA できたよな、まあ、C ランクなんて保証もないしどこに行ったか分かりません。ただうちの選手はいろんな球団にばらまいております。パリーグ行くんだったら全然いいんだけどね、セリーグだけやめてほしい。さあ留学地、ドミニカ行ける。ドミニカ微妙なんよな、ならヨーロッパ行った。ヨーロッパは行かせるなら投手か。カシュビア上げるか。超早熟千葉、守備が良くないって考えたら入沢か。まあ行かせるか。中鉢が大幅アップ、これはまあ狙い通りだね。守備型の選手、ショートが今やっぱ足りてない状況にはなってるんで、その辺の穴を埋めてくれればいいのかな。キャンプ終わりました。サークルチェンジ、パワーカーブを覚えましたと。佐藤、まあ、今年は特に1人抜けたけど、まあ、5点台の先発なんで、まあ、影響はないのかなと言いますが、まあ、阪神がちょっと強すぎるんで、ちょっと阪神が落ちてくるまでは今のチームを維持するのと、まあ、若い選手を育てるっていうので、まあ、2位ぐらいまでつけて目標でいきたいと思います。